ロードクエストが圧勝。これは大物じゃないですか。初詣で汚れた時はダメかって言いましたけどこう自分でスパークして、多分田辺騎手ちょっとなんかこんなことをして無視触ったけど何もしてないよね。でほとんど馬なりだから、まあヤヤムで1分33秒8、うん、上がりが32秒8ですから、去年のミゼスルタンが1分33秒のレコード、うん、でその前の年のハープスターは時計は1分34秒5ですけど、うん、上がりが32秒5、足して2であったような、タイプじゃないかなと。ロードです、見劣らないよね。そうです ね、実は僕たち新馬戦で東京で、ま、ロードクエストと一緒にパドック見てるはずなんですよ、ね、はい、そうなんですよ。でもその時はそんなにこうロードクエスト、目にガンと入ってくる感じはなかったし、ちょっと見逃してましたね、だけど、うん、今回の新潟日大ステークスのパドックでは、うん、なんていうんですかね、気配、体型、そして、まあ、動きのしなやかさみたいなのも、これはもうこれはもう断然上ですよっていう、何で見落としたんだろうか。多分変な特徴がないからだと思う。みんなこううまく、うん、ね、うん、じゃあ距離伸びていいかっていうと、うん、見解は分かれるね。あ、本当ですか。でもこの、走破タイムと上がりだったら、まあ、普通に 2000m もあるよ。いや、君が言った通り、うん、抜けてるんだけど、うん、その良さをどこで発揮するかっていうのが問われると思います、はい、うん。未来のクラシック放送探せ。さて、今週は小倉、札幌で2歳ステークスが行われます。まず芝 1200m の小倉2歳ステークス、はい、ここはね、今年は、はい、西大馬が、2頭参戦してる秀司、光栄天馬ですか、はい、この2頭なんですね。2勝の内容というのが、坂のある中京コースの1600m を勝ってる秀司、距離は短くなるんだけれど、だけど坂コースのそういうねタフなコースを勝ってる未勝馬ということで、秀司、は大いに注目する存在だと思います。いつもの年より実は登録馬が少ないあたりで、ちょっと2歳ステークスの小倉戦にでは勝ち目がないかなという馬が登録してこなかったんだと思います。穴馬というか、レッドカーペットという馬がいるんですけど、これ、中京の 1500m、八重尾で1分22秒6という勝ちタイムなんで、うんうん、確かこれちょっと話題になってるよね、うん、知ると思う、柏木さんが血統は面白い血統ですよっていうね、このスピード、はい、光栄天馬のね、前走の、フェニックス賞、いい格好のレースしたんですけどね、うん、逆にそれが好きになって先行前残りを許すと、このレッドカーペットなんか、レッドカーペットの方は千人のスピード勝負合ってるね。はい、うん、柏木さんは注目馬いますか。いや、やっぱり今名前が上がったその3頭だと思う、うん、もちろん、うん、だから、はい、登録馬も少なかったんだと思います。馬連はその3頭で大体決まって、3連複は少しなんか、うん、そう、紛れがちょっとだけあるかなという感じのレースになるような気がします。わかりやすいですねいや、わかりやすいけど外れるんだよね続いて札幌2歳ステークスについて、なんか粒揃いな気がするんだけど、そんなことないレベルは絶対低くないはずなんだけど、はい、難しい馬が多い気がする、うんうん、先ほど小倉2歳ステークスには西大馬が、うん、リードをしてますよという形なんですけど、うん、こちらの西大馬のねラブ&ポップというのは前走コスモス賞がね1分51秒に、その週確かね未勝利戦で1分50秒台が出た、うん、なのでね、これは西大馬だけどこのそのラブ&ポップがその数字になるかというと、少しこれはちょっと難しいかなと思います。逆にそうクラシックを主張するというそういう馬を人によってね見つけ出すレースかもしれないですね。僕はまず注目しているのはプロフェット、